シアモサウルス・サイアモサウルスは、太陽国の前期白亜紀の地層で発掘された、獣脚類に属する恐竜の属である。大きさは分かっていないが、全長は約9メートルに達しただろうと推定されている。模式種シアモサウルス・ステートルに、サイアモサウルス・サキィスルには、ビュフェ島とインガバットにより1986年に最初に記載された。 この白亜紀の肉食動物については非常に少ない情報しか知られていないが、歯からスピノサウルス類と推測され、魚を捕食していたと思われる。2010年のアミオットラによる論文によると、スピノサウルス類の酸素同位体を調べた結果、彼らは半水性動物であったようである。バリオニクス、イリタトル、シアモサウルス、およびスピノサウルスの歯からの同位体が、 同時代の昆虫、カメ、ワニと比較され、獣脚類の中でスピノサウルス類の同位対比はカメとクロコダイルの値に近いことが分かった。シアモサウルスの標本は他の獣脚類の割合と最も差があり、スピノサウルスは最も差が少ない傾向があるとされた。アミオットラは近代のワニやカバのようにスピノサウルス類は生活の大半を水中で過ごしたと結論付けた。 またスピノサウルス類の反水性及び魚食性という習性が他の大型獣脚類と共存できた理由として説明できると示唆した。異なる獲物を食べ、異なる生息地に住むことによってニッチの競合を避けていたと考えられる。ありがとうございます。